発信機が押されっぱなしになってるので、何べんですね受信機で復旧をかけても、音響が明動してしまうので、こちら強く押すのプレート押し破られた分外してですね、こちらの、押されてる、もう押しボタンをですね元に戻しますね。こういった形でですね、押し込んでたのを元に戻すと、復旧がかかりますので見ていてください。そしたらですね火災復旧かけていきます。はい、今復旧かけるとですね、再度、受信機がですね、発砲することはありません。